前回のカズクラ、なんだかオラのワールドにアップデートがやってきた。そんなわけでアップデートの新動物を探しに行く。そう、新モブだ。そう、出てくるのはアルマジロ。オラたちのサバンナに出てくるかと思いきや、探したんだけど出てこないんだよな。そんなわけで新しいサバンナを探す。遠く遠くに離れた場所についにアルマジロが出てきてしまった。これでオラのワールドも賑やか。ただただまだいるって。はい、どうもこんばんは、カズクラです。いやー、なんだか新モブがいるって。まだなんだって。オオカミ、オオカミってこれ、これていうか、ていうかこれ着せられるって聞いたんだけど、噂で。うわ、カスタマイズされてる。めっちゃええやん。返して。福井県福井県って名前だったんだ。ちょっと待って、返してもらおう。あれ、返してもらおう。なんかね、ハサミ使うと、お、ハサミのひらめきこうやって取れるんだって。ていうか防御力がプラ11もあるんだ、これ。ええやん。あ、とりあえず、あーすや、あーよく寝た。あー最高だ。いやー、ということで新しい防具も手に入れてしまった。これにより強すぎるワンチャン集団も作ることができてしまう。しかもこれね、色もつけれるんだって。白とか白色とか、ちょっとやってみる。こうやってやんのかな。うーわー、できた。まだもう一個ぐらい作れるから、よいしょ。で、これとこれで、おー、できた。で、ちょっと待ってよ。このブラシも回復させたいから、これで、ティロリロリン、回復した。ちょっと、装備させてみます。かっはー、かっこいい。おー、ぬしもぬしも。おいしょー。いやー、いい空張りだな、これ。しかも、ちゃんと首のね、首輪の色はちゃんと残ってんだね、これ。こっち黒色、ほんでこっちはなんかオレンジかな。ええやん。まだまだここにねいるから、これで刺す刺す。おっ、あれ、なんか落ちてたの。ポロッポロッと落ちるの、これ。自然に。んなことないよね。ほらほら、なんか刺す刺するとね、ほんと無限に取れるんだけど。鱗取れすぎじゃない。鱗あと1回ぐらい取れるか。無限鱗、無限これ。え、ブラシもっと大量に持っとかんとあかんかな。もっと大量に作り込まんとあかんかったかもしれない、ブラシ。アルマジロの鱗ね、いっぱい貯めたいもんね。いや、これええな。しょ、ここにストックしておこう。まあそれはともかくよ、犬だよな。いや、狼だったっけ。ちゃんと骨持って。どうやら視聴者さんのコメントによると、アルマジロは読み込み済みの場所でもスポーンするとサバンナか、あ、メサ、コウヤ、邪魔なモブを歩き回ってるそのうち現れますと。新カラーのオオカミも同様です。マジ。いや、言うて結構ここら辺うろちょろしてたんだけど、あいつは全然顔出さねえんだよな。いや、オオカミさんもね、なんと6種類9種類めちゃくちゃいっぱいいるらしいよ。めっちゃ仲間にしたいんだけど、ここら辺いいバイオームで、横にね、砂漠すらあるんだよ。砂漠とかって、ま、簡単にそのなんか特殊なのが湧きやすい状況にはあるかなと思ってるんだけど、今のところね、やっぱり見当たんないんだよな。もしかすると統合版とジャバでまた挙動が違ったりとかもあるのかもしれないし、ただただ見回りが不十分な可能性もある。そこら辺を加味すると、新しい場所に冒険した方がワンちゃんは発見しやすいかも。わかんない、ないもんね。牛と豚と、その他。近場で見つかるのが一番なんだけどね。あーい、あーい、あーい。見つかんね。まだまだ粘りが足りんのかもしれんな。まあ、でも今日は狼さんや、最強の狼さん探してくるよ。いや、ということで行ってきます。いやー、よいしょ。そしてサンダーぬいぐるみ、可愛さインパクト高すぎてアルマジロの可愛さがすさんでかすんでしまった。マジでやばいよ、これ。これだよ、これ。あの、俺は実写本物持ってんだけど、マジでやばい。クオリティの高さマジ半端です。今だけね、注文できるようになってますのでね、もし、購入希望の方は概要欄よりよろしくお願いいたします。よし、ということで探しに行くか。昨日の場所行くのがいいな。あった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 、アルマジロランド、アルマジロランド。うわ、くーら。暗い時は早く寝ましょう。あー、よく寝た。さあ、ということで今回探すのはワンちゃん。ほんでもういろんな
な、チャンクに存在するらしい、そのワンちゃんが。ほんで今回はそのワンちゃんをオラは手なずける。カズゴロウ王国にとってそのワンちゃんは必要不可欠なのだ。よってしっかりと探していきたいなと思います。あんま空飛び回ってるとこれね見つからんケースも多々あるので。いやでも食料あんま持ってきてないな。まあそうよね。まあでもなんとかなるか。あ、略奪者さんのところにいないかな。食料ちょうだいって言っていこうか。食料ちょうだいと、はい、来ないように上蓋しといて。はい、おお略奪者グル、あーこれもなかったかも。ありがとう。いいのこんなにもらっちゃって。食料も助け合いありがとうございます。うんなら一生懸命ワンちゃんを探すことにしようか。木の生えてるとこらへんにねなんかいるイメージはあるんだけど。おおジャングルじゃないか。まばらなジャングルってところには茶色いのがいるらしいぞ。サバンナの公園にもかっこいいのがいる。待って、サバンナの方は絶対見つけやすいと思う。鬼レアな可能性があるな。おーしっかり探してっか。アルマジロよりも絶対難しい気がする。砂漠にはいないのかな。タイが、そうだな、やっぱ森の中にいる感じだな。あーわ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 ー、アルマジロ元気してるね。アルマジロさんは超防御強そうね。あ、ごめん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 、ごめん、もう硬くなるんだこれ。あーダメダメ。でもなんかシュルカーの箱叩いてるみたい。ごめんねごめんねごめんね。友達探すんだ友達を。これは見つかんのかな。本当に今までその狼はどこに隠れてたんだろう。ちょっとジャングルも探しちゃいます。カズレーだ。よし、これで動いてるやつはなんとなく分かるようになった。この状態でカズレーダーで探していくぞ。怪しげなものはないか。こんなところにちょっとお宝だけ。暗ー、何も見えねえんす。いや、いつ、あーディアモンドありがとう。なんもね、渋いないでござるな。動物もいねえ。羊、いやこのレーダーつけるのはいいんだけど。羊、鳥、鳥近づかんとわからんね。はい、豚、こんな甘いもんじゃねえすか。はい、羊、羊、牛。はっはっ、おーちょ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 、何やってんだって。お前何やってんだよ、お前いった、何やってんだよ。探したよ。見つかっちゃった。これは森林の子だ。森林の子大丈夫だったか。お前で大丈夫だった。こっち来な。ルルル、これ食べるか。食べる。子供は、おー子供はこういうことね。何やってんお前たち、ずっと探してたんだぞ。来れるか。座標おらどこだったっけ。オランチこっちだわ多分。いやマジか。ちゃんとついてこれてる。かーかわいい。あ、こっち来るんだよ。あ、ここキャンとか言わないようにね。そうそう、ついてくるの。そうそう、こうやってついてくるのいい。いいよ、できるやん、やれば。ちゃんといたやんお前たち。やべえ、なんか見つけれそうな気がしてきた。え、早速一種類ゲットだぜ。やね、まだ友達見つけれるといいね、こっちで。よし、あとあっちの方に 1000m ぐらい移動するから、その間に友達探そう。これ友達見つけれるとテンション上がるだろこれ。あ、オラの、さっきオラが行った場所じゃない、違うかな。下手に飛んでなんか空中からポチポチ落ちると、やばい、みんな気をつけろ。おい見てくれ、いけ。あ、なんてこと、なんで、やめろ。2発も刺しやがった。あれ待て、これ尻尾の下がりでダメージ量が、ほらピンって上だった。もう痛い、もう痛い。大丈夫か。ちょっと上上がったね尻尾。あーしゃ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 、ちょっと上上がった。なんてことやるんだあいつら、ほんと危険なやつらだよ。来れてるかみんな。あいよあいよあいよ。ふう、我がワンちゃんたち誰にもやらせない。あったあった、ゲート。いやーとりあえず、うおーい、あ、こっち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 、あいろこっちこっち、これついてくれるからいいよね。懐くからさ、はい、ワンちゃん懐くから最高だよ。あーし、ルルルル、こっちだよ。牛もいるやん、こっちだよみんな。来れてるかな。オッケーオッケーオッケー。さあということで帰っていきましょう。はい、ということで、あー、セカオワの、ライブ福井公演があり、初めて福井に来ました。聖地巡礼も、計画して、福岡から福井行くの遠くて、福岡から福井に行くのはやはり大変なのでしょうか。軽くは
大変っすね。で自分の場合だとやっぱ飛行機使っちゃうね。福岡から飛行機で飛んできて、そんで、そっから電車なりなんかで福井を目指す。だって辛いじゃん、新幹線長いじゃん。ちょっと前から取っとくとね、福岡からの便も少しは安く取れるかと思うので、もし福岡から来られるときはやっぱり飛行機をおすすめいたします。ただ福岡からのやつ基本的にあのなんかプロペラなんで、やや揺れやすい、やや怖いでございます。うわー、ここ一番危ないよな。ちょっと待って、あ、こっちみんな、あ、こっちよ、あ、こっちルールル。お、これ外出てる子ら結構ふわふわして危ないから、早く早く行って、よし、よかった、生きてる。お座り、お座り、危ない、あ、危ない危ない。これ一体ぐらいなんかふわって、いや、ダメだな。なんと恐ろしいことを考えて、ふわっとなんか、ふわっと移動なんて恐ろしいことを考えて、ちょっと一体ずつ、おいー、あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、いやいい感じに帰ってきたじゃないの。では、最後ちょっと試したかったことを、てか、こっち来たか。俺のところにはワンワンが何体かいるんだったっけ。猫はなちょこちょこそこら辺にいるけど、あれ犬率少な少な。俺はちょっと上から呼んであげようか。はい、よし、数年ぶりに降りるがよい。こっちだよ、よし、では、はいはい。さあどうなるどうなる。子供はどっちにいたの。子供は、なるほど。ということで今日は、信号カミを連れてきて、配合するとどうなるのか、色の濃い方が勝ちました。もしかすると何回かやると白い方が勝つこともあるかもしれないけどね。いやー、こんな感じみたいでございます。いやー、まだまだね、いっぱい狼さんいらっしゃるみたいなので、おら回収頑張っていきます、行ってきます。ということで今日はこんなとこでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。サンダーぬいぐるみ、みんなよかったらチェックしてみてね。バイバーイ。